ニャマタ虐殺記念館は、ルワンダの首都キガリの南 30km にある元教会で、現在は1994年に発生した、ルワンダの大量虐殺の犠牲者に祈りを捧げる記念館となっている。この記念館には5万人の遺体が埋葬されている。ニャマタ虐殺記念館は、ルワンダの首都キガリの南約 30km にある元教会だった場所に位置する。 ルワンダには1994年のルワンダの虐殺の異例を行うメモリアルが数多くあるが、このメモリアルセンターは、ルワンダの主な6つのうちの一つとなっている。その他のメモリアルは、ムランビメモリアルセンター、ビセセロ虐殺メモリアルセンター、ウタラマ虐殺メモリアルセンター、キガリとニャルブエとなっている。ニヤマタ虐殺記念館の人間の頭蓋骨ルワンダの 虐殺は1994年4月に始まった。キリスト教国であるルワンダにおいて、教会は神様のいる安全な場所と考えられていたため、多くの土族の人々がここに集まった。その数は約1万人に及び、人々は教会内に立てこもった。教会の壁には当時投げ込まれた手榴弾、グレネード弾によって開けられた無数の穴が見られ、 虐殺の激しさを物語っている。虐殺者たちは、グレネード弾を投げ込んだ後、教会内に侵入し、中の人々は、マチェートと呼ばれるナタで切られて殺されるか、銃で射殺されて殺された。教会の天井には弾痕があり、祭壇の布はまだ血で染まっている。この地で犠牲になった、人たちの遺物のほとんどは埋葬されているが、無数の衣服と身分証明書は、当時のまま残され、 教会の座席の上に置かれている。人々を土族、またはフッツ族のいずれかとして識別した ID カードも、数点が中央の台の上に置かれている。教会での虐殺の後、周辺地域の人々も殺され、その数は5万人に上る。この地で犠牲になった人々の遺体は、教会側の地下施設に埋葬されている。また、 現在にあまたの教会は虐殺記念館から数十メートル離れた場所に新設されており、毎週日曜日にはミサが行われている。ありがとうございます。